ロックチップもしくは、随身微電子有限講師は、中華人民共和国の半導体メーカー。モバイルエンターテイメント機器、スマートフォン、タブレット、電子書籍、WebTV ボックス、パーソナルビデオ、MP3 プレイヤーでの利用を目的とした、ロックチップブランドのマイクロプロセッサシリーズを開発している。ロックチップは、ARM のライセンスを持ち、そのプロジェクトの大半については、 アームアーキテクチャを採用している。6チップは最初 RK27XX シリーズで有名になり、MP3、MP4 でコード時に非常に効率的であり、低コストの MP3、MP4 製品の多くに採用された。6チップ RK29XX シリーズは、コロテックス A8 ベースのソック、CES2011 で初めて発表された。 2012年10月にコルテックス A9 ベースの6チップ RK292X シリーズを発表。RK2918、RK2918 は WebMVP8 をハードウェアでコードする世界初のチップ。様々なコーデックを処理するために動的に構成、可能なコンパニオンコアを使用している。h 2 6 4 0 8 0 p でエンコードび、 デコードできるほか、Xbit H263 AVS MPEG4 リアルビ v を WMV をサポートする。Vivant GC800 GPU は Opangle ES2.0 と Opangbeg をサポートする。OS は Android 2.2から4.0をサポートし、非公式に Ubuntu などの Linux をサポートする。RK2906RK2906 は、 基本的に RK2918 から HDMI のサポートを省いたもの。RK2928、RK2928 はシングルコアコルテックス AQ ベースの省電力向けソックであり、RK2918、RK2906 とは異なる系列のものである。また製造プロセスは、 RK2918 の55ナノメートルから40ナメートルへと変更された GPS のベースバンドを備えている RK2926RK2926 は基本的に RK2928 から HDMI に画面出力のサポートを省いたモノ6チップ RK30XX シリーズはニコアのコルテックス A9 RK3066 サムスにエキシノス 42XX に似たデュアルコアのコルテックス A9 プロセッサーパフォーマンスはサムスにエキシノス4210とエキシノス4212の間にある2012年4月発表使用 Android のほか Linux を使うこともでき Ubuntu ベースのピキュンチョなどがある6チップ RK31XX シリーズは 28NMHKMG で製造された4コアのコルテックス a 9 RK31682013 年を発表。使用、RK31882013 年、量産開始。中国で設計されたチップとしては、初の 28NMHKMG での製造である。480Mbps の TDLTE。 LTE フロッピーディスクドライブにも対応している。性能は RK3188NVIDIA Tegra 3エキシノス4412である。使用 RK3188T 2014年初頭にリリースされた RK3188 の最大クロックを1、4GHz まで下げた低クロック版。6チップ RK32XX シリーズは 現在のところ RK3288 チップのみが発売されている。RK32882014 年量産開始。世界初の4コアコルテックス A17 プロセッサー搭載ソックである。使用、使用 RK3399 は2016年2月に行われたモバイルワールドコングレスにおいて ARM が発表した。 二つのコルテックス A72 及び四つのコルテックス A53 による合わせて六つの64ビット CPU となっている。この CPU は OP1 という名称も持ち、Chromebook への利用を想定したものとなっている。コンシューマー用途として以下が含まれている。6チップマルチメディアプロセッサー RK28 シリーズバイ富士6チップエレクトロニクス CO、Limited、リミテッド。 arm.com 2010年5月17日閲覧 onarmdevices.nethat 6chip rk30xxarm Cortex-aq-anunst arm devices 2012年5月4日閲覧 rk3066Linux Picuncho Linux 4 rk3066 ベースド Devices Google Project Hosting h o n o HCUBE.com ハット HTTP www.c nxsoftware.com 2013-04-04クワッドコー、so、スソコンパリソン6チップ RK3188 vs エキシノス -4412 vs テグラ -3 http://sysdem-on-a-chip.specouut.com/.l/.1113/.rock3188t-http://arm.com.ja Products マルティメディアマリハイエンドグラフィックス マリトン七百六十 PHP ハットモアディテールズアバウトロチップ RK 三千三百九十九コルテックス A 七十二速四 KH 二百六十四 H 二百六十五 VPQUSB 三点零 PCIe アンドディスプレイポート CNX-Software.com 二千十六年七月三十日閲覧 solving the mystery behind the OP-1 processor in the Chromebook Plus 2018年7月25日閲覧 OP Chromebooks The New Standard for Mobile Experiences 2019年2月10日閲覧ありがとうございます